デビュー直前、なぎさのレッスン。もう何やってんのかな。アイドル予備軍の自覚ってもんが足りないんだよ。お待たせだぴょん。ぴょんじゃありません。もうさあ急いで急いで、遅れちゃうよ。一体何やってたの。もうとっくに授業終わってるじゃない。あ、タクシー、ほら急いで乗って。あ、運転手さんすいません、早撮りスタジオまで。先輩アイドルを投げ飛ばした。悪いのはあっちだもん。生意気だとか言って先に手を出したんだぴょん。あのね、なぎさちゃん、芸能界ってのはね、少しでも上手に上手に立ち振る舞って使えるものなら、コネでも猫でもライオンでもキングでも使ってのし上がる。これ常識よ。やだ、そんなの私らしくないぴょん。今になりますって。まずは一日も早く歌と振りを覚えてデビューデビュー。全てはそれから。それからなんかアイドルって窮屈な感じ。ともかく今日ね、今日はほら、作詞作曲の先生にデビューシングルのもう一曲のレッスンつけてもらう気じゃない。それに今日の先生って言えば、いい中竹くん、今回の先生は売れっ子だからね。怒らせるとこれよ。これってあの首。そう、首。それどころか業界追放もありえるわね。なぎさです。あらら、デューデュー、私が天才、今をときめくナンバーワンヒットメーカー、ポール・モーリアです。よろしくプリーズ。あなたがなぎさちゃんとかいうアイドルのさなぎちゃんね。おかしいや、あなたラッキーね。ほんと、私基本的にね、ビッグアーティストでしか曲書かないんだけれど、まあお宅の社長の永田ちゃんもまんざら知らない仲じゃないし、ほら私ってナイスガイ、お人よしじゃない。はあ、けどね、ほんと喜んでできたのよ。とってとてもいいエクセレントな曲が。はあ、それはどうも本当にありがとうございます。ああ、うちの長友も。それじゃあ Listen to me、 早速聞いてちょうだい。ミュージックスタート。ねえ、素晴らしい曲でしょ、バンチュー。これはあなたの恋の曲なの。ブラボー、素晴らしい、ウルトラヒット間違いなし。ね、ね、なぎさちゃんもそう思うでしょ、ね。ほら、なんか言って。あのなに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 なんでもセミハイミイヤミって言って、遠慮なく褒めてちょうだい。じゃあ、言っちゃいます。なんか違うって感じ。あーっと、あの、それはその他の世間に溢れるつまらない曲と比べて全然違うと。なぎさちゃんそれはそうよね、私の曲、マイソングですものね。ねえ、そうじゃなくって、確かにすごくいい曲なんだけど、うまく言えないけど、なんか私じゃない。え？ああ、そうよ、そうよね。昨日まで東城だったような子に、私の、この私の芸能界に君臨するワンダフォーな世界がしっくりくるわけないわよね。I understand、わかる、わかるわよ。そう、そうですとも無理ない、仕方ないよ、それは、なぎさちゃんね、先生。ねえ。私まだ恋を知らない、だから恋した気分はわからない。でも私だったらもっと全然違うと思う。なーにー、するってと何かい。姉ちゃん、ヒット街道まっしぐら、夜な夜なファミレスでガキどもの会話をせっせとメモる、歌って踊れるトレンドキャッチャーと褒めたたえられる、このポール・モリアの曲が気に入らねえ、恋てえのかい。おーそんなめっそうもない、違います、断じて違いますね。なぎさちゃん、ほらほら、誤解があったようだからまず謝ってね。そうしないと僕も首首。怒ったんだったらごめんなさい。でも私、たくさんの人に聞いてもらってみんなに喜んでもらうには、私自身で納得できる曲じゃなくっちゃって、そう思うだけなの。なぎさちゃんあなた全然アイドルを知らない、 Just amateur ね、とってもファニー一体何がおかしいんです。なぎさちゃんは一生懸命。 Shut up! それがちゃんちゃろ make me love なのよ。いいこと、
渚ちゃんとか言ったわよね。あなたがしっくり来ようが来まいが、一生懸命やろうがやるまいが、ファンの子たちにはそんなの全くノーディファレンス。いい？アイドルなんて仕掛けが全て。That's all そんなもんよ。いいこと？アイドルが売れるも売れないも、どれだけグラビアを飾るか、テレビに出演するか、コマーシャルに出るか、いずれにしても周りがどれだけお膳立て、テーブルスタンドアップをしてくれるかによるわけ。だから、あなたみたいなカントリーテイストでアーステイストで粉まいきな小娘でもアイドルの卵、アイ友になれちゃうわけじゃない。そうじゃなくちゃ、誰がこの程度の子に、ねえ。この程度の子？そう。この程度のエブリウェアに転がってるローリングガール、いいもん。どうせ私はでも許せない。だけど中竹さんが、渚ちゃん、分かってる。何も言わなくていい。僕のことは心配しないで。さあやっておしまい。うん、はにゃー、ひぎ雷落とし、あらひぎ、あれこれ、いきなりソーロン。よくやった、よくぞやってくれた渚ちゃん。でも本当は中竹さん勇気があるんだね。クビになるんじゃない？何も心配することはありません。あ、社長。社長さん。彼も昔はあんなんじゃなかったんですけどね。ま、心配になってついてきたんだけど、それにね、タレントを守ってこそマネージャー。中竹くんは優秀だけどちょっと頼りなかったから、いや本当に見直しましたよ。彼にはいい薬です。でもポール先生ってものすごく裏の力があるって。大丈夫、アイドルの卵に投げ飛ばされたなんて恥ずかしくて誰にも言うわけありませんよ。それにしても見事な技ですね。それほど。でもよかった、こんな優しくていい人たちが私を支えてくれるんだもん。私アイドルやってみる。中竹さん、改めてよろしくね。その頃、地球上空1万2000キロの彼方では、あれースイスひらめいた、あの子にぴったりナイスな記憶、好きになったら最強、これで決まり、見て、あー、ジーニアース。こうして渚のヒット曲、好きになったら最強が生まれた。